国鉄多岐2700系貨車は、かつて日本国有鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同一の専用種別である他多機2400系多千2750型についても本項目で解説する。多岐2700型は、クレオソート専用の30トン石タンク車として1953年3月20日から1959年7月10日に、 かけて、ゴーロット5両が、日本車両製造、三菱重工業の2社にて製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、公前置事、小滝と表記する。本形式の他にクレオソートを、専用種別とする形式には多1000形、多2400形、タム80形、タム2 8 0系、タサ500形、タキ1600形、 多千2750系の7形式があった。落成時の所有者は、第日本木材防腐、北日本防腐木材工業、新宮商業の3社であり、1969年5月26日に、北日本防腐木材工業所有者2両が、東北ボールへ、さらに1971年12月22日に、青森木材防腐へ、名義変更された。 1979年10月に制定された、火製品分類番号では、93が表記された。車体色は黒色、寸法関係は、全長は 1900mm、全幅は 2536mm、全高は 3792mm、台車中心間距離は 9350mm、次長は16.7トン17.9トン。 事業席は29.1立方メートルマイナス30.1立方メートル、換算量数は、積車4.5、空車1.8であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。1986年10月31日に、最後まで在籍した一両が廃車となり、同時に、形式消滅となった。各年度による製造会社と、 両数、所有者は次の通りである。1953年8月22日から同年12月25日にかけてタム400型より3両の専用種別変更が行われ形式は新形式である他2400型とされた。改造により荷重は10トンに減トンされた。所有者は全社三菱化成工業であり、 その常備駅は、鹿児島本線の黒崎駅であった。改造より、約3年後の1956年12月22日から1957年4月24日に、かけて、再度全車の専用種別変更が、三菱重工業にて行われ、形式名は新形式であるダム1850型と、され形式消滅となった。車体色は黒色。 寸法関係は、全長は 8050mm、軸距は 3800mm、地上は9.7トン、事容積は8.5立方メートル、換算量数は、積車2.0、空車1.0であった。多機2750型は、1960年11月8日から1961年9月6日にかけて3ロット5両が、 日本車両製造、三菱重工業、近畿車両の3社にて製作された。全球である、多機2700型に対して、積載荷重が拡大され、日本発の35、トンセキクレオソート専用タンク車である。落成時の所有者は、第日本木材防腐関東タール製品、関西タール製品の3社であり、 1980年7月3日に関東タール製品所有者2両が AC ケミカルへ1991年に関西タール製品所有者1両が大阪ガスケミカルへそれぞれ名義変更された1979年10月に制定された化成品分類番号では93が表記されたドーム付きな大のぶつつ型のタンク体は普通構成であり方式は タンク上部にあるマンホールからの上入れ、加圧空気を使用した、土質管、空気管による下出し式である。下出し式なのに加圧空気を使用するのは、積み荷が高粘度のため排出促進用である。車体色は黒色、寸法関係は、全長は 12,200mm から 12,400mm、全幅は 2,400mm。 全高は 3885mm、台車中心間距離は 8100mm から 8300mm、地上は17.0トンマイナス18.1トン、重要席は33.9立方メートルマイナス34.4立方メートル、換算量数は、席車5.5、空車1.8であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。 1987年4月の国鉄分割免営化時には一両の車席が JR 貨物に継承され、1995年度末時点で現存していたが、1997年6月に廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。国鉄谷2 4 0 0経過者に関するカテゴリー、 国鉄滝2750経過者に関するカテゴリー、ありがとうございます。